こんにちは。お指名をいただきましたので、本総会の議長を務めさせていただきます。永井と応援の永井でございます。よろしくお願いします。スムーズな進行をご協力お願いしたいと思います。こちらので2回行っております。で8月、ランチミーティング、爽やか高原の駅、こちらでですね、8月に北薩霧島ブロック、合同駅紹介ということで講演会の方も行いました。こちらがですね、屋根団の豊重さんをお招きして講演会と、あとブロックの交流会の方を行っております。で2月、おもてなし研修会ということで、こちら大正の万年館の平手招きでですね、Facebook が今流行っております。こちらの方の研究会、勉強会の方を行いました。3月役員会ということで、鹿児島空港の駅の方で役員会の方を行っております。活動計画案並びに予算の件でございます。平成24年度のメインテーマは鹿児島県のですね、ブロック県の事務局とは同じメインテーマといたしまして、地域のテーマはですね、霧島間ブロックも食と館の地域拠点づくりということで決定したいと思います。でスケジュールといたしましては、アイラ霧島ブロック会の方だけ紹介させていただきます。4月にですね、Facebook 研究会、こちらの方も行っております。で5月役員会を行いまして、6月が本日の通常総会でございます。で8月に役員会を行いまして、11月駅長会、あと忘年会の方を取り行いたいというふうに思っております。で1月新春情報交換会で、3月定例会役員会の方、こちらの日程で県の連絡協議会とですね、いろいろつながりながらやっていきたいというふうに思っております。で行動目標といたしましては、客地型観光拠点としての機能強化を図る、おもてなし研修、研修の方も行っていきたいと思います。で駅長会議開催で、町の駅を地域防災拠点に、でその他の事業といたしまして、販売できるブロック別特産品リストの作成と、先ほど6長からもありましたように、会員拡大策として規定域が規定域拡大していくというふうに考えております。今日のですね、会員様の、入隊会の報告をさせていただきますが、こちらのブロック会名簿ナンバー1から、ナンバー2の方になっておりますが、本年度からですね、入会いただいた会員様が、ナンバー27、国分酒造名水名機、国分酒造協同組合様、心の駅、ヤカストア万作ラーメン様、カイロスの駅、鹿児島ラーメン様、龍門寺の駅、龍門寺焼き企業組合様、であとの方は施設会社名しか書いておりませんが、こちら今駅名の方は考え中であったり申請中ということですので、施設会社名の方を紹介させていただきます。アップコ様、朝日交通様、セントラル国部様、霧島町上流所様です。はい、ありがとうございます。霧の日高様、あと帰る年期の西様がお越しです。ぜひご起立いただいて。早戸駅前で、日高スタート満作ラーメンを経営しております。駅の名前が心の駅ということで名前を付けさせていただきました。町の駅に少しでも貢献できるように、頑張ります。どうぞよろしくお願いいたします。こんにちは、はじめまして、鹿児島ラーメンの西と申します。お仲間に入れていただきましてありがとうございます。カイロスの駅とちょっと分かりにくい名前でございますが、ギリシャ語でかけがえのない時ということを意味しまして、うちにおまんじゅう屋さんを一軒、カイロスというおまんじゅう屋さんをしております。それでそのお店の名前から取りました。どうぞよろしくお願いいたします。今回初めて入会させてもらいました。うちはブロック上より勧誘は頂戴しまして、今回より入りました名水の駅国分酒造ということで、国分川原っていう山中ですか、山の中にですね、国分酒造などの蔵があります。100メートルぐらい地下水を掘ってまして、そこから
そこから出る水で仕込んでおりまして、名声の駅という名前にしました。今回初めて参加しましたので、よろしくお願いします。から承認をいただきまして、今年度もは役員の数を増やさせていただきました。8名でですね、数に応じてやっぱりやっていった方がいいんじゃないかなということで、東西南北、それぞれもう30しますとですね、いろんな連絡事項が非常に大変になってまいりまして、それで8名という形でやらせていただきました。これは非常に相談役からのですね、提案がありまして、それでやらせていただいたわけです。はい、2回ほどやらせていただきました。はい、そこらはちょっと相談役の方から、ちょっと、ご説明をいただきたいと思いますが。いや、お疲れ様です。大使ですね、目的っていうのが、今非常にフェイスブックが活用されてますね。で例えばいろんな会合もろもろ含めて案内を出すときにイベントの案内とか、そういった中で今グループを作ってですね、それぞれグループに入ってもらって町の駅の情報もろもろ含めてですねやったり取ったりしています。またグループを作ったわけですので、これから中身が充実っていうのか、やはり事務局あたりがしっかりと更新していかないとですね、基本的には、そういった中でそれぞれが参画してくるということでですね、非常にフェイスブックもですね、一つの手法として活用していったらいいんじゃないかと。で、九州の町の駅もグループを作ってますね。そういった部分でいろんな意見もろもろですね、考えですね、そういったものを通じて伝えていくというような、いい形でどのブロックもですね、ぜひ Facebook の勉強会をしてもらえればありがたいなというふうに思っています。以上です。スタートしまして、最初30駅ぐらいでどうかなって思ってたら、商工会議所の会員さん710会員ぐらい、高鍋町で商工会議所の会員がいらっしゃるんですが、簡単に設置できるっていう河合大先生の教えがありまして、これはすぐできるぞという30駅ぐらいでスタートしようという思惑が最初38駅でスタートされて、高鍋町というところは2万1000人しか人口がありませんので、と宮崎県の中でも一番平野部で狭い町なんですよ。縦横10キロ範囲内に入ってしまうような町ですので、上り旗を立てれば結構インパクトがあるだろうということで、スタートを38駅で、やっぱり廃業されて2.2回3回